ムーンライトシャドウは、吉本バナナの連作短編集、キッチン初集の短編小説、及び、それを原作とする日本映画。吉本が、日本大学の卒業制作として発表したもので、恋人の死を受け入れられない女性を、主人公としている。2021年9月10日に公開された。監督は、エドモンド・ヨー、主演は、本作が、 長編映画単独初主演となる小松七奈監督の要は2006年に初めて原作を読んで激しく感情を揺さぶられたとし映画化を依頼された際には自分の旅が原点に戻ったような気持ちになったとした上で吉本の文章の普遍性やエモーションをスクリーンに投影できる機会を与えられ喜びを感じたと10回したほかつきを演じるのは小松以外考えられず 彼女、抜きで映画化は不可能であり、本当に幸福で豊かな体験だったともコメントしている。また、主演の小松は、普通の子だからこそという難しい部分も模索する中でさつきと同じ感情になれた時には、嘘がないような気がしたと振り返り、演じるにあたって原作を再読した結果、どんな困難も乗り越えようとする人間のエネルギーを感じ、いつか経験する人の、 し、このような形で、再び本を開くきっかけになってよかったとした上で、監督の用と共に組んだことで新たな扉を開けたとも、コメントしている。ありがとうございます。